ロバシン、何が心配だっての？不安な要素なんてかけらもない。私は人の器を維持したままリバースの肉体を得てみせる。強大な権限に飲み込まれるなんて万に一つもありえない。最短を目指す者は皆そのように言う。けれどあれの制御はそんなに容易なものじゃない。そして現実を直視できた時にはもう遅い。あれほどの強大な力を自力で制するなんて虚ろの神たる所業、僕や君ごときでは不可能なことだ。あら、先を歩いている割に随分弱気なセリフ。それじゃまるで誰かに制御してもらっている、そんな口ぶりね。その通りだよ。他者の力添えなしに今の僕はない。虚ろの神を名乗る者の知識により作られたただの人形さ。強大な力の制御なんて、そんなの今の私にだってできていること。まだまだ増えても全然余裕よ。今はそうだろうね。けどその身の内の権限の高まり、その副作用、君ほどのものならすでに感じていることがあるだろう。こいつ、それを知ってるなんて。やはり感づいているようだ。偽りとして生まれた肉体、その腹の底に暗くうごめく、曲がつ、もう一つの意志を。大半のものは気がつかない。そこまで高い権限を宿らせることなどないから。飢餓感、高揚感、凶暴性、戦闘、破壊、暴力、その快楽、気分がいい、止められない、今の君そのものなんじゃないのか。他の連中に聞いても知らないっていう、私だけだった。それはみんなの権限の力が弱かったからってことか。そう、それは虚無の性質そのもの。分かっているだろう。強大な権限を得るというのは、人として元よりあったものを失うこと、別なる意志を宿すこと、それが虚無と同化することに他ならない。けど問題はそこじゃない。何者？何のために？それがわからないと全てを鵜呑みにはできないの？肉体に多量の権限を宿らせるだけでそのありさま、戦いに明け暮れる快楽へと見ようとしている。これで無人ともいえる深淵の力が流れ込んできたら、それが器が壊れちゃうってことか。強要した精神、そっちの方はどうなるか。いや、どうにかなるのを望んでいるってのも否定できない。それも楽しそうって、そう思ってる自分がいる。膨大な権限、それは集まるほどに深く濃く見えなくなっていく。一度そこに使った魂は黒く汚され、もう戻らない。その汚れた底なしの沼から顔を見せるのは君であり、君ではない、変わり果てたもう一人の君だ。空腹と凶暴性に支配された我を失った君でない君だ。インバース、そしてリバースになるというのは結局そういうこと。今こうして話している君の消失と死でしかない。自覚はあるだろう、もう一人の自分の。
肉体は虚無と化し、精神は別人となる。今の君という古い存在は滅する。人間としての穏やかな君はいなくなり、凶暴な化け物としての君がそこに新たに生まれる。そう、まるで今と正反対のね。インバース。君もジキルという博士の有名な話は知っているだろう。同居する心、相反する心、それに苛まれるものの話。僕たちのこれは心を獣に支配され、それが檻から出ようとするのだから、二重人格ですらないけれど、再び生まれる、文字通りの意味だ。全ては白紙とされ、無に帰す。今の君がいなくなった世界だ。ここで再び問おう。どうだいパラドクス、君はこれでもこの先へ進むかい？